キラーン。めっちゃ遊んでるやん、つらら。何してん、入った見とる。ちぃは何をしてんねん。入ってきた、入ってきた。嫌やな、つらちゃん。なあ、嫌やな。逃げてきた。つらちゃん、逃げてきた。なあ、つらちゃん。つらちゃん。逃げてきた。逃げてきたんかいな。困った顔しとる。困った顔しとる。どうしたん？チビどうしたん？え？どうしたん？なんかおった？え？ああ、これやな。あとこにおったん？よう見つけるな。すごいね、チビ。よう見つけるやん。見つけたん？うん。チビ見つけたん？すごいね。うん。お手柄やん。はい。あいにくの曇りですけれども、市役所にやってまいりました。このね、この建物がね、この建物の向こうやったかな。僕が、不登校やということで、支援学校みたいなのがこの奥にあるんですよね。何回か行ったことがあります。すぐ行くのやめたけど。今日はね、ちょっと美術展が近くであるっていうので来てみました。今から行ってみようと思います。おばはん。寒い。あのね、赤レンガの建物、あそこの中でなんか美術展みたいな、市民美術展みたいなやってるみたいなので行ってみようと思います。あ、そうなの。祭日やから。迷子になったぞ。どこや、これね。どこか分かれへんけどね。これね、戦争時代からある武器庫なんですよ、これね。だから銃弾とかがね、残ってるとかいう、噂を聞いたことあるけど、わかりません、どれか。いいよ、そんな。はい、なんか喋れ。どこか分かるよ。どこ？ここ3号棟やから、でもこっちちゃうか、2号。こういうのおしゃれですね、こういうのね。
なんか一昔前の韓流スターみたいな。なんだかん。なんかね、これなんや。へえ。なんか思ってた展示がね、どうやらこれ終わってたんじゃないだろうか。あ、こういうね、僕のこの住んでる地域はね、割と戦争にまつわるものが多くてですね。まあ、分かる人だったらすぐ分かると思うんですけど、こういうね、あの当時の、戦場の戦争の時代を忍ばせるものがね、たくさん資料として残ってるんですよね。言うてね、僕、ま、あのこのここの市民のくせにね、あんまりこういうとこ来たことないのね。あるあるかなこれ。すげえ、何これ。ああ、え、使われたも、あ、模型か。江戸時代から明治時代、こんなちっちゃいのかな思ったらびっくりした。模型ね。え、でも模型、え、これ作ってたのかなこの大きさで。そんなことないね。すげえ、やじりこれ。こんなん何、ここら辺で発掘されてるってこと、うん、縄文人のアクセサリーやって、あんた似合うで。縄文顔やからな。僕弥生顔やけど。これ何ちゃうねんって、これ見に来たんじゃないの。木舟やって。あ、え、これほんまに出てきたんや。終わったんか。あれ、もしかしたら終わったんかな。どうやらですね、ちょっと勘違いしてたみたいで、終わってたみたいですね。お土産買って帰ろ、お土産。はい、というわけで何もやってなかったので、来月ですね、あのうちの小智ママが会う長年の、まあ、なんちゅうか、幼なじみ、親友ですね、唯一いるに渡すお土産を買いました。じゃがりこ贅沢カニだし味、これ買いました。ディップがついてるらしいですよ、このカニ味噌のね。こんなんしかないのよ、ほんまに。なんやね、間違ってたな。土曜日から日曜日って2日間だけやったな、多分僕1週間ぐらいやってると思って。もう、これあのね、栗切ってたおじさん情報やったんですけどね。わかりにくい。2日だけやったな、多分。ということで帰りたいと思います。じゃーん、ギアー。見てよ、ほら、このオレンジのやつ。めちゃくちゃ美味しそう、これ。柿屋とか言うて言うてた人がおるけどね。柿のケーキなわけないやんな、そんな。絶対美味しないやん。こらこら、あげへんよ、あげへん、これ。美味しそう。
ほんま考えたらなんでやな、縄文顔の母親からこんな弥生顔のね僕が生まれてくるんでしょうね。でさっき出したみたいにあの縄文顔のあのなんか参考画像出そう思って探しとったらめっちゃそっくりやったからビビった、うちの母親に